ただいまやっていきましょう。イース8ラクリモサオブダーナちゃんですね、やっていこう。というので、こんな感じになりました。ちょこっと上がっただけですね。ちょこっと上がっただけなんですけど、落車ちゃんとあと今ヒュンメルかな、ヒュンメルのスキルがほぼマックスになりました。ここら辺だけ、そこだけやりました。あんまり経験値くれないんでね、あんま強くないんですよ実は。いってあんまり美味しい敵ではないので、もうあの頃のファミ通の技の影はないかなっていう感じですね。 OK で、あれ蜂蜜落としてくんない？あ、落としてるか。 OKOK、じゃあやっていきましょう。さてさてさて、続きからなんですが、そうでね、気づいたんだけど、ハテナがなんか大量生成されてんだけどコピー&ペーストされてんだけど、どういうことこれ、なんだろうね。なんか行けるとこいっぱい増えたっぽいですね、物語が進む。甘い、辛い、寒い、渋い、お前も辛い。虫はどうなんですかね、昆虫食は食べたことないですかね。なんか今結構話としては昆虫食って出てきてますけど、どんな味なんでしょうか。辛いんでしょうか、渋いんでしょうか、まずいんでしょうか、美味しいんでしょうか。コオロギがよく話としては聞きますよね。さすがにこういう見た目を見ちゃうときついけど、でもあいっちゃい、でも実際自分たちに提供されるのっていうのは、粉になって粉末状になってなんかおせんべいみたいになったやつのイメージがあるんだけど、それだったら見た目のあれはないんだろう。事前情報入れられるとあるかもしれないけど、見た目だけじゃ気づかないんだろうね。多いなっていうか、はい、サクサク倒せるけど多いな、多いな。まだ来んのか。はい、極めた、やっと極めたのか必殺技。はい、ほい、オッケー。さあこれで倒した。オッケー、オッケー。さすがに昆虫ってなると多いんだな、集団で行動してくるね。でこっちかい、こっちかい、邪魔だ、下がりたまえ。カマキリもいるな、危ない。カマキリは強い。うえい、2匹。もうこういう大型獣ってか中型モンスター多いな。はい、 SP があるうちはいいけど、 SP 切れると結構辛いな。いやいや、いくした師匠じゃねえか、危ないー。師匠も敵か、俺を騙す敵か。うわー師匠、わー師匠の野郎師匠騙された、師匠に完全に。あの野郎、あいつなんか師匠との提携終わったから帰ってんじゃねえか。どこだおい、待て、定時だからって勝手に帰るな、やめろ、やめてない。はい、飛んだよ、OK、飛んだよ、OK。この草みたいな出してるのはリコッタちゃんですね、おそらく。スターみたいな出してますね。さあ師匠か、アドル死んじゃったんだけどあ、ムービーで起こしてもらおう。師匠ケツです、師匠のケツです。あ、ダメだ、下になるようになって、くそ。はい、アドル復活。まだダメか、オッケー、それは助かる。これ無限にアドルを復活させる方法じゃないか、ここでザオリクポイントじゃないかこれ。師匠、もしかしてあなた話しかけてずっとここにいてもらえれば永遠に回復することができるでしょ。しかもここってさ回復するよね。そうだね、カットの魔法使えるもんね、ラッキー。はい、カットの魔法があまりにも長すぎるんで、もう料理食べました。めんどくさかったんで料理食べて全開してきました。はい、やっぱちょっともうさすがにカットの魔法に頼っていくのはきついかなっていうところがありますね。てかダーナちゃんここ一人で抜けてったの、化け物か、やはり化け物かダーナは。あー、なんかまた新しいのいる。うわー、なんかヌーベとかに出てきそうなやついる。ヌーベなんかそういう感じの見た目してる、気持ち悪い。妖怪の見た目してるから、妖怪の見た目してるよこれ。ほら、はい、オッケー。でああ、同じのがいっぱい。うーい、お前なんか飛ばしてくるのやめろ、遠距離技持つのやめろ、小ささのね、その気づきづらさで遠距離技持ってくるのやめろ、やめろやめろやめろ。いい、ほんと便利だなこのスキル、ずっと愛用してるわ。落車さんのシルフィードキス、うわいやー、シルクキスじゃなかった。うわ、かだ、落ちよ、時よ止まれ、落ちた、時なくなっちゃった。うわ、なんかもう後ろで攻めろ、時よ止まれ。怖い、うわー、気持ち悪い。気持ち悪い、ここ本当に。はい、やめろ、ケイ。やめろ、近づくな。はい、宝箱か。気持ち悪いな、ここの敵。釣り餌ですか。まあ、確かに虫多いもんな。釣り餌が手に入りそうな雰囲気はある。ドロップ拾うのがめんどくさいから、これじゃなくて、つけとこうか。なんか冒険具まだ2つあるな。まだ手に入らないのか、それとも取り逃しか。どっちだ。取り逃しだとすると、結構真面目にいろいろ、あぶね、こっちだ。真面目にいろいろ取ってるつもりなんだけど、いるね。どうだ。いい。いや、オッケー。で、いるね。ああ、リュウモンガタ、ありがとう。あれからも出るんだ。あのタイプの岩からも出るんだ。そうなんだ。いっぱいいるな。もう下から使っちゃうもん。でも一発で倒せない。アドルの技でも一発で倒せないし、毒もらった。こうか。で、この上にも宝箱が。うわあ、ちょっと、何お前もロックオンするな。あれ、もうちょい前。ちょっと待って、変えたいんだけど、あれ、あいつに切り替えれないの。あれ、何レベル。装飾銃かな。宝箱ですか。はい。お、ソーゲナスのタスマリン。まあでもなんか氷防ぐやつっぽいけど、色合い的には。下か、違うな、この辺か。ん、これか。あ、これか。ああ、いいやつですね。これは嬉しいな。いや、お前突進もしてこれる。厄介だね。何でも、うわ、62だ。時を止まれ。ね、とりあえず。やばい、近い。相手してられんな。あれ、多分たくさんいるんでしょ、あのレベルのやつは。このレベル帯の敵ってたくさんいるんでしょ。ああ、惜しい。相手してられんわ、さすがに。ほい。ミスだよ。助かったな、ミスで助かっただけだな。これレベル本当に高いな。こいつはまだ弱点があるからいいけど、全部外してるな。うわ、気持ち悪い。後ろから来てる。あいつしつけえ。帰った。しつけえな、あいつ。はい、観念なさい。危ない。ああ、なんか来てる。ガーリア来てる。止まれ。やめろ、そういっぱい出すの。やめなさい。ヘリコプターに変わっちゃった。はい、危ね。皮まあいいかな。倒せなくはないし。あの、でかいのはちょっときついな。逃げんない。逃げられちゃった。倒してる場合じゃねえな。倒したそばから湧いてくる感じなんだ。ないし。アドルがいないと、回収役のアドルが必要なんだけど、まあ走るか。なるほど。で、こっちは結構やばい場所だな。レベルが足りなくなってきたな。かといってファミ通のアドル復活。あそこだとレベル大して上がらないしな。もっと効率のいいレベル上げスポットを探し当てないと。リコッタ見えるか。ここ、もしかすると行き止まりみてえだな。道はこっちで合ってるのか。ええ、方角は間違いないはずです。そんなんわかる？あれを見ろ。今あれを見ろって言ったのピッカードで「うおーい!」って過去に行けってこと？それともこいつはいつもの水晶石じゃねえか。ふん、彼女がいれば道を切り開いてくれるのだろうが。だだね、また辛い記憶見ないといけないのか。それはダーダネーの記憶、昔のこと。今リコッタたちと一緒にいる。ダーダネー、このまま一緒に島出る。それじゃダメか。うん、難しいとこだな。ごめんねリコッタちゃん、それは難しいかな。圧倒的強者、上から来たか。これダーダちゃんと戦闘ならないよね。そういうんじゃないよね。やめてくれ、混沌の黒べこ。アドルさん、みんなやっぱり来ちゃったんだね。あ、タイトルだ。タイトルの BGM。 なぜ一緒に行くの？難しい。リコッタたち嫌いになったか？うん、嫌いになんてなるわけないよ。ダーダさんは私たちにたくさん力を貸してくれました。記憶を取り戻すのなら今度は私たちが。ありがとう。でもやっぱり私は一人で。その格好は着替えていかないんだね、ダーダちゃん。その格好では行くんだ。おしゃれはしていくの。かたくなだな。どうやら相応の理由があるようだな。何を見たの？余地ね。私の余地は色によってどれぐらい確実かわかるの。あ、そうなの。そうなんだ。へえ。ブラックは黒は混沌の黒天使の黒は何色？何色じゃねえ。決まった余地は避けることのできない確定した未来。ああ、確定しちゃう。まさか。うん。オケアノスを倒したあの時に見えてしまったの。私はみんなと一緒にいられない。お別れの時が必ずやってくる。ああ、別れる未来が見えたってこと？じゃあ今が出会う未来だ。だだ、私なんかに構わずみんなは島から脱出した方が。書き換える。お前の見た未来をさらに先の未来で書き換える。これでいいだろ。だだ、黄色の余地なんて関係ない。ダーナは分かってないな。こっちかな。こっちかな。いいかい？いいかい？え？どういうことかな。これがミコか。聞いて呆れるな。アドルの言う通りだ。未来ばかり見て今を見てないじゃないか、ダーダ。いずれは別れることになる。みんなそうだ。そんなことここにいる全員に言えることじゃねえ。そうだ。椅子ないんではみんないないんだ、きっと。いないんだもん、きっと。いないんでしょう。この島を出ればわしらはそれぞれの生活に戻っていく。だがその時には出会えてよかったと互いに思いながら別れたいだろう。そうだよ。文通したいじゃん。文通携帯ないからさ、この世界文通しようよ。交換日記しない？少なくともここにいるやつ運び屋いるしさ、後ろに。心からそう考えているはず。ヒュンメルにちょっと定期的に運んでもらおうぜ。みんなにちょっとノート交換し合おうぜ、ヒュンメル使って。だーな、お前さんだって同じじゃないのか。ダーちゃん見えちゃうよそれ。私は事情がみんなとは何も違わないはずだ。勝手なことを言わないでくれ。まあ何も違わないよ。みんなそれぞれ事情を抱えてるんだ。同じ事情なんかどこにもないだろう。いや、私たち漂流者だってもともとはお互い見ず知らずの人間です。そうだよ、お姫様してたよこの人。ですが生まれや立場の違いを乗り越えて、あと執事さん出てね、互いに協力して生き延びてきました。確かにダーナさんはちょっと違うところもあるかもしれません。でもそれを除けば私たちと何も変わらないではないですか。そういうことだ。お前さんはわしらの大事な仲間だ。わしらと違うとかあまり寂しいことを言ってくれるな。アドルさん、みんな、リコッタちゃんがあんまり何も言ってないぞ。もっと一緒にいたいって思うようになって、でもそれが叶わないならせめて迷惑をかけないようにって、それだけ大事に思ってくれること、リコッタ、とても嬉しい。でもちょっと残念。ここではみんな対等だ。もっと肩の力を抜いてくれ。お前は巫女じゃないんだ。もう仲間だろ、ただの。エタニアではみんなに頼られる立場だったかもしれません。でもここではみんなが同じ漂流者です。お互いに支え合いましょう。リコッタちゃんは先住民だけどね。リコッタちゃんも謎だな、なんか結構存在としては。ありがとう。別れが待っているとしても笑ってその時を迎えるため、私は自分の言葉で別れを告げたい。だから知らなくちゃ、自分が何者なのかを。アドルさん、みんな、記憶を取り戻すのに力を貸して。ギョイギョイ。おうよ、頼りねえとは思うが頑張って力になるぜ。人から借りたものは必ず返すのがトラバルト家の掟だ。うん、トラバルト家以外でも掟だよ、基本的には。私も覚悟を決めました。みんなで共に前へ進む覚悟を。ダーナさん、頑張りましょう。本当にありがとう。あ、行くのね、それで。なんか文様がダーちゃんの肩と似てるか。ローブの人物が私を呼び出した。あ、炎帝。王家の谷がこの先にある。炎帝。鬼が出るか、蛇が出るか、ヒナが出るか、小鳥が出るか。まずはここを突破するため、過去の私、力を貸して。あ、言ってみたい。人生で言ってみたい。過去の俺、今の俺に力を貸せっつって言ってみたいね。なるほどね、こういう感じで。なるほど。混沌の黒天使の記憶を失っているわけだな、なっちゃんは。そしてダーナとして過ごしていたと。そういうことが。なるほどな。ダーナちゃんである前に、さらに昔が存在するんだな。そういう感じだな。さあ、過去編か。過去編か。雪？雪？ああ、いたね、この人たち。退避するってこと。お前たち、こんなお荷物でどこへ行くつもりなんだ。どこへだって、そんなことは俺たちにもわからねえ。もう何日も日が差さないし、地震や火山の噴火も止まらないし。ああ、そういう状況なのか。なるほどね、そういうことか。こんな国にはもう住めないわ。どこか安全な場所へ逃げるしか。とにかく通してくれ。あんたたちに止める権利はないはずだ。まあ行商人だしな。オルガちゃん、あれは、最近王都から逃げ出す住人が増えていると聞くが、そんな流星による衝撃が地殻変動を誘発し、火山の噴火や津波が頻繁に起こっている。さらに湧き上がった粉塵や噴煙が天を覆い異常気象をもたらしているのだ。このような状況で不安になるのは無理からぬことだ。結構本当に科学レベルが進展してるな、そういうところまで分かってるあたり。流星雨が収束して終わりだと思ってた。このままでは地上は暗黒世界になり果ててしまうかもしれぬ。やはり王家の谷へ向かうのか。うん。あれ以来なぜかサライちゃんにも会えないし、なんでちょっと待って。サライちゃんに会えないのはなぜ？巫女に伝えられていない大樹の真実。それが何かはわからないけれども、確かめないといけない気がする。お前も分かっていると思うが、王家の谷は王家の墓所でもある。大地の巫女といえども、立ち入りは今も許されてはいない。それでも行くよ。アドルさんもちょうど今向かっているみたいだから。未来の私自身にも頼まれちゃったことだしね。ああそういう意思疎通完全にできるんですね、君たちは。そうなんだ。そうか。リュウジの実を取りたいんですけど、この時期に雪か。今更？さっきから言ってたけど、寒くない君たち。気温が下がっていると思ったが、これも空が閉ざされた影響なのか。急いだ方がいい気がする。だな、言いにくいことだが、大樹の真実とやらが王家の谷に眠っているとするなら、王族であるサライはそれを知っていた可能性がある。うん、分かってる。だから確かめないとね。やはりここは私もお前と一緒に。それはダメだよ。巫女と祭司長が一度に姿を消したらみんなびっくりしちゃうから。それはすまない。せんなきことを言った。気をつけて行ってきてくれ。うん、行ってくるね。寒くない？ナナちゃんたち寒くない？オルガちゃんが作ってくれた時間を無駄にはできない。今は行こう、大きな谷へ。すいませんでした。行きましょう、じゃあ。はい。そっか、オルガちゃんと話できるかなと思ったんだけど。いるね、誰かが。歌歌ってた人か。違うな。あんた知ってるか？ノラン兵士長はまだ行方知れずだってよ。え？あの日、女子供をかばったままだ。おそらく、生きちゃいないだろう。おまけに、女王陛下はとんと姿をお見せにならねえ。この国はどうなっちまったんだよ。なんか言ってんね。最も幸福な時代だったんじゃねえのかよ。誰でもいいからなんとか言ってくれよ。離婚のことを知らないだろうな、あんたって言ってるしな。うん、そっか。王家の谷か。トゥルルトゥトゥトゥ。回復アイテムください。ガチでダーナちゃんで回復アイテムをある程度備蓄しておかないと危険だということに気づいた私は、あの炎帝と戦う可能性もある。穀倉地帯まで行けば食うものには困らんはずだ。だってそうだろ、去年はあんなに豊作だったじゃないか。まあそうかな。故郷がある人はとっくに王都を離れているわ。残された私たちみたいな王都育ちだけ残されたのは、ああ、どうしてこんなことに。誰が、うわー、いる。普通にいるのか、ここらへん。何レベル？ああ、倒しちゃった。普通にいるんかい。何かあるの？龍珠の実がありますか？うん、なるほどね。そっかそっか、そういう感じか。アリはたくましいな。お前はたくましいな、お前らは。いろいろなものを食べて過ごせるお前たちはたくましいんだな。オッケー。何もかもでかい。リュウジュの実がください。何かってかリュウジュの実が欲しいです。リュウジュの実ない。ちょっとリュウジュの実は定期的回収しておかないと困るんだけど。定期的に回収できる位置にリュウジュの実を置いてください。いや、あーレイキーだ。いかなやつ。チキちゃん一体どこに。まさかそこいらのリュウジュに。あ、いや、ありえねえって。どうかなさったのですか。いや、その休憩中に娘のユカがいなくなっちまって。くそ、親に心配かけるんじゃねえよ。サシャは体調を崩してる時に。娘さんがどこへ行ったか心当たりはありませんか。そうだな。あいつは見習いリフォーム職人なんだが、先日生意気にもなかなかの傑作を完成させやがった。そいつは上空に理力の目を作り出して広範囲を見ることができるんだ。何それ欲しい。オートから逃げる直前にユカはそいつを使ってたみたいだ。もしかして何か目的があって。わからねえ。昔から親に一言もなしに勝手しやがるやつだからな。ともかくサシャのためにはあまりとどまっているわけにはいかねえんだ。ユカを見かけたら教えてくれ。頼んだぜ。わかりました。私も気をつけておきましょう。はぐれた避難。ユカちゃんね。はい。サシャちゃんはいた。いけないわね、こんな時に。ユカが戻ってきたら行きましょう。ここは寒いわ。氷河期が起こってんのか。そっか、そういうことか。まんま恐竜の時代が終わりを告げたあれみたいな感じね。隕石によって氷河期が起こっちゃってんのか。まあ、粒子だもんな。ダーナちゃんたちもなんかあります。邪魔だよ、どきなさい。龍樹の実じゃないですか。ああ、じゃないですか。ほい。あれ、上がれね。こっちはないのか。この辺にもなんかある。オッケー。ゆかちゃんね。ゆかちゃんも探さなきゃか。一応こっちの時代のクエストって現代へ影響を結構与えるクエストが多いんだよね。アリが多いな、やっぱ。ドラゴンっていうかアリが多くなってる。ドラゴンはもう弱ってんのかな。結構いろんなところで倒れちゃってる感じか。いっぱいあるね、なんか。じゃあいいや、一旦ここで休憩します。誰かいる、あそこに。あ、ゆかちゃんじゃん。あ、ゆかちゃん、ゆかちゃんいたいた。あなたもしかしてリフォーム職人の娘さんでは。わっ、びっくりした。いきなり声かけないで。それは薬草ですね。あ、お母さんのためにってこと。うん、お母さんずっと辛そうだったから。オートじゃもうどこにも店にも薬なんて残ってない。でも試しに新作のリフォーグを使ったら街道沿いに少し自生しているって分かって。だから一人で。でもどうしてご両親に話しておかなかったのですか。お父様が心配していましたよ。父さんに心配される筋合いなんてない。毎日遊び歩いているくせにたまにリフォーグを作ったら一流だし、そこは認めてんだ。そこは認めてんだ。今まで好き勝手しておいて調子良すぎ。いろいろ鬱憤があるみたいだね。とりあえず薬草を摘んだら戻りませんか。私も少しなら治療の心得があります。薬草があればお母様を癒せるかもしれません。本当？そういうことならお願いします。まあ、回復技使えたよね、確かに多少。おう、オッケーオッケー。すまねえな、あんたには手間をかけちまったみたいだ。おまけにサシャの治療まで。本当にありがとうございました。いえ、あの薬草のおかげです。それなら娘さんにおっしゃってください。ゆか、ありがとね。何も言ってくれないけど、いつも家族を思ってる。あなたのそういうところ、ちょっとお父さんに似てるわね。そういうこと言わないで。これと一緒なんて、まっぴらごめんなんだから。チェ、生意気なやつだぜ。そっちこそ、今までの身勝手、まだ許してないんだから。あと、落ち着いたら、ちゃんとリフォーク作り、教えてよ。ああ、ちゃんと。私いつか絶対、父さん以上のリフォーク職人になってみせるんだから。このご時世に、お前ってやつは。わかったよ。どっか平和な田舎に落ち着いたらたっぷり仕込んでやる。うん、約束。鍵くれません？鍵くれませんか？あんた悪いな、何の礼もできなくてよ。そうだ、もし ありがとう、もし元に戻る機会がありゃ、うちにあるものを何でも持って行ってくれ。リフォームいっぱいありそう。うちは西区にあるはず、民家だ。知ってるよ、2階が工房になってるからすぐに分かるぜ。知ってます。リフォーグも少しなら処分せずに残してあってな。確かサシャに作ってあったリフォーグと同じものが残してあったはずだ。ああ、空を見るやつ、空からね。こいつ渡しとくぜ。よければ託だってくれ。ありがとう、鍵。ありがとう。待ってました。本当によろしいのでしょうか？おかげさまで体調もすっかり良くなりましたから。迷惑かけちゃったし、受け取ってくれると私も嬉しいかな。皆さん、役立たせていただきます。おう、いろいろ世話になった。またどこかで会ったらよろしくな。その時を楽しみにしています。そう、まだ未来に希望を持っている人たちもいる。私も諦めていられないよね。その後、ダーナは3人の祝福を祈って立ち去るのだった。オッケー。いいけど、この鍵どうすりゃいいの？オート戻れないけど。一周回って戻ってくるタイミングあるのかな、この後。じゃあ一旦ここへ、これで休憩します。ありがとうございました。ありがとうね。